性いらっしゃいます？お疲れ様です。田中です。あ、今ちょうど先生のお家の方にお伺いして、健康結構順調そうなんですよ。はいはい、いや本当大丈夫そうです。え、5時です。そうなんですけど、いけますよね、順調そうってさっきおっしゃってたんで。先生、先生、風林火山まだあと5ページありまして、秋月先生には全力でやらせられるんですが、あー今まだ6時半なんで、6時に間に合うかと。あ、承知いたしました。ありがとうございます。必ず6時までには。ありがとうございます。はい。私は先生を信用してたからこそうるさくやなかったんですよ。それ頼みますか。
先生、本当に。なんかいいな。その彼氏といえばいいんだけどなと、本当に。誕生日ケーキも買ってるし、準備もしてるのにも。先生、実はこの後俳優の樺山キスケさんの映画の完成披露者にご招待されてるんですよ。先生お好きでしたよね、樺焼き。じゃあ行きましょう。試写会の後でご挨拶とかできちゃいますよ。5時半までに原稿を書き上げられたらギリギリ間に合うかも。